ちょっと今浅口市にある気になる寺院ですかね。とりあえずあの通りかかって気になったのでちょっと寄ってみたんですけど、立派な建物な感じがします。僕がちょっと思ったのは、なんかこの横に橋があるんですよね。そこがちょっと気になってちょっと行ってみようかなと思うんですけど、昭和99年、確かにあの寺院の中に神社があるっていうのは非常に珍しいということで、明治時代にあの神仏分離っていうのがあって、まあ、お寺とね神社一緒にしたらダメだというのようなことがあるんですけど、まあ、ごく一部ではねそういうのがまだ、残ってるというか、神仏混合の寺院もあります。西条稲荷とか、まあ、県北でいうと祇園寺とかなんですけど、こちらにもそういう神仏混合の文化が残っているということです。
霊場の里。よし、さて。観音像、戦争にまつわることだということで、これ、作してあるんですけど、多分イノシシよけの感じなのかなと思います。ちょっとね、確認を取って進んでいこうかなと思います。ちょっとあの、寺院の方に聞くと、これはやはりイノシシよけだということで、全然中に入っていいということで、結構イノシシが出るそうです。この橋がね、すごい気になったんで、下がこんな感じです。多分ね、これ相当古い橋だと思うんですけど、よし、あまし本当にあの登る人がそこまでたくさんいるっていうわけじゃないとは思うんですけど、あ、登ってもいいですかって言ったら、すごいびっくりされてたんで。よし。いや、立派ですね。中根比、浅口郡や寄島町により出生された、戦没者を祀る日。なるほど、大東亜戦争、日露戦争、日清戦争と。日露戦争に撮影されたものでと書いてあります。そんなにあの、その当時とほとんど変わってないですけど、右側の席ですかね。で、さらに一番右側にあの、砲弾が、乗った席があったんですけど、それは多分なくなったということですよね。多分、時代背景的には鉄不足で寄付されたのかなと思うんですけど、多分夏場はね、多分絶対来れないような感じだと思います。これ結構な草木が生い茂ってます。